はい、こんにちは、さかないです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は Google マップの紹介をしたいと思います。基本の基本からですね、最新のコロナウイルスまで表示できる機能、そこまで紹介したいと思います。この動画を見ることで Google マップの機能がより一層便利に使えると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私はですね、 YouTube にですね、6年前ぐらいから動画をアップロードしています。皆様の役に立つようなですね、便利な機能を紹介しようと心がけていますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。ではですね、やってみます。 Google マップのアプリを開きます。そしてですね、まず調べたい場所を表示させる方法なんですけども、この上の検索窓ですね、ここにですね、調べたい場所を入力します。もう先ほど1回調べたので、ここに出てるんですけども、東京スカイツリー、文字で入れる場合はこちらからですね、東京スカイツリーと入れていけば、大丈夫です。そしてこれをタップします。そうするとですね、ここに東京スカイツリーの地図が表示されます。これはですね、音声でも入れることができます。これ一度バツにしますね。それここにマイクのマークがあると思います。ここをタップしてですね、東京スカイツリー。そうするとですね、同じように東京スカイツリーがここに出てきます。これはですね、このマップを開いていない状態でも表示させることができます。一つはですね、OK Google と呼びかける方法なんですけども、今立ち上がりましたけども、OK Google でですね、このように反応させるにはですね、設定が必要になります。これはですね、ここの検索窓、ここを開きます。で、ここのですね、左上のこの G のマークですね、ここをタップします。そしてですね、その他、設定で、ここでですね、音声、そしたらここにですね、ボイスマッチというのがあります。ここをタップしてください。そしたらここに Google アシスタントというのがありますので、ここのスイッチをですね、入れます。最初はですね、ここのスイッチを入れるとですね、自分の音声のテストでですね、何回か発音をですね、するんですけども、そうするとですね、これが使えるようになります。そうしますとですね、この状態で OK Googleというとですね、 Google アシスタントがここに表示されます。これはですね、 OK Google というのがちょっと恥ずかしいという方もいらっしゃると思うので、その場合ではですね、ここの検索の窓がここに出てると思うんですけども、ここのこちらですね、ここをタップしても同じように使いますし、あと一つの方法はですね、ここにボタンが Android の端末あると思うんですけども、一つの方もいらっしゃると思います。あと3つある方もいらっしゃると思います。この真ん中のボタンを長押しします。そうすると同じようにですね、この Google アシスタントが立ち上がります。やり方はですね、ここでですね、 OK Google、 マップで東京スカイツリーを開いて、はい、マップナビ乗り換え案内に変わります。これでですね、ここの東京スカイツリーが開くことができます。ここのところ、もしくはこちらでも同じなんですけども、マップで東京スカイツリーを開いて、ではマップナビ乗り換え案内を開きます。こんな感じになります。次に画面の基本操作ですけども、拡大縮小の方法ですね、2本の指でですね、縮めれば縮小になります。広げればですね、拡大になります。それでですね、特定の場所をですね、拡大したい場合はですね、例えばここを2回こういうふうにタップします。そうするとどん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 大きくなっていきます。そしてですね、こういうふうなやり方だと両方の手を使ってですね、操作しないと拡大とか縮小ができないんですけども、例えばですね、反対の手にカバンとか持ってる場合には片方の手だけで操作したいと思うんですけども、その場合にはですね、このようにします。この画面をですね、2回タップして、そのままですね、この指を離さずに押さえたまま上下します。やってみます。こんな感じですね。下に下ろすと拡大、上で縮小ができます。こういう形でですね、操作もできます。そして現在地に戻る場合はですね、ここをタップしてですね、このマークですねが出てきますので、こちらをタップします。そうするとですね、この現在地になります。そしてですね、ここのマークをもう1回タップします。そうするとですね、これ回転させることによって地図も動きますので、歩きながらですね、目的地を探す場合なんかはですね、とても便利な機能になります。そしてですね、 Google マップで皆さんよく使うのが経路を調べることだと思います。そのやり方はですね、こちらでですね、同じように行きたい場所をタップします。そしてここの下の経路ですね、こちらをタップします。そうするとですね、まずこれ現在地
がここに出てきます。現在地から富士河口湖町ですね、この現在地を変更することももちろんできます。そしてこの上にですね、車ですとか電車ですとか、歩ってとかですね、こういうふうに出てくるんですけども、例えばですね、車の場合ですね、ここにルートがいくつかこういうふうに提案されます。でこのルートに行く場合にですね、道順などっていうのをタップしますと、混雑状況とかですね、どういうふうにですね、ここを進んでいくのかっていうのが出てきます。こんな感じでですね、できて、これはですね、車で行く場合にはカーナビになります。ここでナビ開始、南西に進みます、タップしますとですね、右方向です。普通のカーナビと同じようにこのようにですね、音声の案内が出ます。これはですね、例えば右折する場合ですね、700m 手前、300m 手前、直前とですね、3回音声のアナウンスが出てきます。そしてですね、あとですね、これ有料道路を使いたくない場合とかもあると思うんですけども、その場合にはですね、ここのところですね、点3つをタップして、経路オプションをタップします。それでここでですね、高速を使わない、有料道路を使わないとか、こういうふうな選択ができます。次にですね、これ電車で行く場合ですね、はこのようにですね、表示が出ます。これいくつかですね、やはり電車で行く場合ですね、いくつかのですね、こういうふうなルート経路が出てくるんですけども、こちらをタップしますとですね、どんな感じで行くのかっていうのがですね、こういうふうに示されます。そしてですね、ここのですね、歩きの場合、歩きで行くことはないと思うんですけども、歩きの場合はですね、こういうふうな点々で出ます。あとはこちらがですね、タクシーになります。こんな感じですね。それここですね、ジャパンタクシーとかですね、いくつかのタクシー会社が出てきます。その地域によってあるタクシー会社が出てくると思うんですけども、そのアプリをですね、インストールをしておきますと、そのタクシーの会社を呼ぶこともできます。あとはですね、ここに今回出てないんですけども、自転車の表示も出てきます。こんな感じでですね、ルート検索、あとナビゲーションとかを使うことができます。そしてこれはですね、先ほどの音声でもできます。こちらのマイクですね、タップして、現在地から河口湖町までのルート、このような感じですね、同じような車とか電車とか表示がですね、出てきます。先ほどのですね、こちらの方の Google アシスタントでもできます。現在地から河口湖までのルートを調べて、現在地から河口湖まで車で行く場合、首都圏中央連絡自動車道国道468号が最適ルートです。こんな感じで、渋滞がない場合、所要時間は約2時間17分です。こんな感じになるんですけども、こちらをタップすればですね、同じように Google マップのアプリが開いてきます。次にですね、こちらの地図の表示なんですけども、今は普通のこれ一般的な地図ですね。でここの上にこういうふうなマークがあるんですけども、こちらをタップします。あとここでですね、デフォルトというのはこの地図なんですけども、あと航空写真とかですね、あとはですね、ここで路線図というのがあるんですけども、こちらをタップしますと、このこういうふうにですね、線路のマークが出てきます。あとはですね、渋滞の情報、この 3D とかっていうのもあります。これはですね、拡大していった時にですね、建物がですね、立体的に表示されるっていうことなんですけども、こんな感じで、少し立体的になってますよね。これ 3D を消しますと、こういう感じですね。こんな感じで表示ができます。今回の新しい機能が加わったというのが、この COVID-19 ですね、の関連情報っていうのがここにあります。これをタップします。これここでですね、地図上で確認できる COVID-19 の関連データですね、この数値が今出てくるんですけども、これはですね、10万人あたりの新規感染者数の7日間の平均を表しますということで、ここら辺のウィキペディアとかですね、ニューヨークタイムズとかですね、参考にしてですね、このデータが表示されるということです。これを OK にしますね。そしてですね、これを地図を縮めてと日本地図ぐらいにします。それでまずですね、この状態ですと、例えば東京都ですね、11で増加傾向にあるとか、神奈川県減少傾向にあるとかですね、日本の場合はですね、県別にここに表示されます。もちろんこれですね、ずっと縮めますとですね、このようにですね、日本は全体では 0.3 の増加傾向にあるとかですね、あとインド 5.8 で減少傾向にあるとかですね、こういうふうな世界のですね、 COVID-19 コロナウイルスのですね、感染状況、このように表示されます。これがですね、新しく入った機能になります。次にですね、周辺のいろんなスポットも検索できます。このような表示になっていた場合ですね、ここをバツにしちゃいます。そうするとここにですね、レストランとかコンビニとかですね、ラーメンとかですね、コーヒーとかガソリンスタンドとか、
まあ、これが出てきますので、例えば東京スカイツリーの近く行ってですね、駐車場を探すときはこれ駐車場をタップしますとですね、こういうふうに駐車場が出てきます。でこの駐車場をタップしますと経路をですね、ここで表示したり、あと電話することができます。それでこれでですね、ずっといろいろあるんですけども、もっと見るを押しますとですね、もっとたくさんですね、まあ、こういうふうにですね、いろんなポットが出てきます。そしてですね、これをタップしますとこういうふうにですね、出てきます。でここにですね、もちろん文字で入れても出ます。例えばトイレを検索しますとですね、このですね、近くの公衆トイレとかですね、こういうのが表示されます。こんな感じでですね、ここのですね、近くの周辺のスポットっていうのは見ることができます。Google マップの機能はですね、まだまだたくさんあるんですけども、今回はですね、基本的な機能と、まあ、最新の機能、コロナウイルスの関係もお話ししました。このチャンネルではですね、このようにスマホの使い方とかですね、発信していますので、ぜひチャンネル登録、そしてですね、コメントもお願いします。コメントでですね、ご質問がある場合には、できるだけ動画にですね、できるものはしてですね、お答えしようかと心がけていますので、ぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。失礼いたします。